サキさん。ごめんね、迷惑かけて。ありがとう。なぜお前が謝る？姉か、親戚か、いや、妹の可能性も。今日は一人。クロウさんは彼女と別れたのではありません。娘を生贄によこせ。主様、あ、晴れてお一人になられたのです。新しい出会いで心機一転してみる気はありませんか？要点をまとめて言ってくれる？私と結婚を前提に付き合いませんか？でも中学生と付き合うのは条例的に。だから17歳で高校生。来年あなたの通っている大学を受験する予定です。あんたの記憶力は鶏並みか。ああ、やっぱりこの持ち方がいいですね。密着度が高いです。言ってる場合か。確かにまずいですね。お、クロウさん、何を。いやらしいことは後でいくらでも。エリカ、妖怪たちに僕の居場所を聞いたのかな。私も目と足の検診がありますので、たまたまです。初めてお会いしたときは。クロ、この子は良くないと思う。うん、同感です。え？良くはないけど、まずくはないかもしれないから。あのリッカさんに気を使わせたの？使わせてやったとも。